ハウス食品うまかっちゃん博多焼きラーメン、揚げ麺に粉末ソースがついています。焼きそばでも麺は細めで、指定の水の量が多めなのか柔らかくコシが弱いです。カップも含めて焼きそばでこんなに豚骨の匂いが強いのは初めてです。でも食べ出すとあまり気になりません。ソースや醤油分は弱く、塩焼きそばみたいで刺激が弱めです。